お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。根尾明投手でございます。鵜飼航介外野手でございます。勝野明義投手でございます。羽生翔太投手でございます。田中幹也内野手でございます。辻元凛太郎内野手のキラでございます。橋本勇気投手でございます。2袋目でございます。宇佐美慎吾捕手でございます。石森大成投手でございます。石橋浩太捕手でございます。カードでございます。根尾明投手でございます。中地玲也投手のキラでございます。ブライト健太外野手でございます。田島真嗣投手でございます。3袋目でございます。津田圭司内野手でございます。大野雄大投手でございます。高橋宏斗投手でございます。福永博樹内野手でございます。高橋周平内野手のこれカードでございます。岡林勇樹外野手のキラでございます。で、中日の、これマスコットでございます。4袋目でございます。根尾明投手でございます。大島洋平外野手でございます。羽生翔太投手でございます。細川誠也外野手でございます。で、津田圭司内野手のこちら、75尻でございます。ちょっとね模様が、キラキラしております。こういう感じでございます。はい。で、津田圭司内野手の今度はキラでございます。岡林勇樹外野手でございます。5袋目でございます。上林誠二外野手でございます。川越誠二外野手でございます。松山真也投手でございます。石橋浩太捕手でございます。羽生翔太投手のキラでございます。中島秀之内野手でございます。板山雄太郎外野手でございます。6袋目でございます。加藤龍馬投手でございます。高橋周平内野手でございます。上田幸太郎投手でございます。松葉隆弘投手でございます。田中幹也内野手のこれキラでございます。マルチネツ投手でございます。梅野雄吾
投手でございます。7袋目でございます。福島翔太、投手でございます。これ中田翔内野手のカードでございます。柳裕也投手でございます。柳裕也投手でございます。で岡林勇気外野手のキラでございます。キラカードでございます。中田翔内野手のキラでございます。藤島健人投手でございます。石川昂弥内野手でございます。カードでございます。8袋目でございます。村松海斗内野手でございます。ロドリゲス内野手でございます。大野雄大投手のカードでございます。柳裕也投手でございます。カードでございます。ロドリゲス内野手のキラでございます。木下拓也捕手でございます。石垣正美内野手でございます。ラストの9パック開けていきたいと思います。三好日の則外野手でございます。上林誠二外野手でございます。ジーカーソン外野手でございます。高橋宏斗投手のカードでございます。高橋周平内野手のキラでございます。山本康弘内野手でございます。で最後は藤島健人投手のカードでございます。以上で BBM 中日ドラゴンズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック、終わりたいと思います。前編の方でね、9パック開けたはずが間違えてね8パックだけ終わってしまって、途中でね、1パックに途中からね、開封という形になりましてね、本当に申し訳ございませんでした。7月からですね、予定しているのがね、一つだけ教えましょう。BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2024があれば、7月頃に開封をしたいと思います。で、その他にもね、あと2箱、予定しておりますのでね、よかったら見に来てください。はい。あと、私のサブチャンネル、僕の料理チャンネルでは、毎週水曜日、試食動画や、チョコボールチャレンジをやっております。ね、ちょっとね、ちょっと、見当たらなかったので、ちょっとね、間を取ってしまったことを深くお詫び申し上げます。レトルトカレーや、カップラーメン、カップうどん、冷凍食品を上げておりますのでね、よかったらこちらのサブチャンネル、僕の料理チャンネルをよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。